はい、そんなわけで、ここ鶴岡八幡宮に、来ましたけれども、当日皆さんこの階段がちょっと心配だという方がね、いらっしゃると思うんですけれど、大丈夫です。ゆっくりゆっくり行きます。いいですか。疲れるけどね。どういうことゆっくりって言ったよね。ゆっくりって言ったよね。どういうこと。花よりたい焼き。皆様、綺麗な夜桜どうでしょうか。僕らチップワンニョ。泳げたい焼きくんの発祥だそうですね。すごく美味しい。僕が生まれた時のあれでは分かりません。多分同い年で。嫌になっちゃうよ。桜桜